皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、3月3日、15時44分。今日もそこまで行って委員会を見て、黒木議長。昔、神戸市立ホテルフルーツフラワーパークを、黒木議長の死っていう声が電波で聞こえてきたんです。私って言って。これけど何か伝えなかったら無理でしょ。いや、ちゃんと、先生と音と、普通に言えばいいことのはずだから、ファインハイゼンからの分は、まだ訴えてはなかったんですけども、その裁判の途中で、今までの分の計算、うんぬんっていうこともおっしゃってくれた、裁判もあった。今日の番組の最後で、それだけじゃ全然足らないっていうことで、言ってくれてたんですけども、その映像が出てきている。で、高金利ゲームを一切しなくなって、どれぐらい、これ以前もそうだったと思うんですよ。これちゃんと YouTube に記録しておこうと思って、その我が天下とか我が天下戦国夫婦をしなくなって、で、その平成21年の頃に裁判を、していて、その時このコピー機の相手というか、ちょっとした手伝いの、その当時の学生時代だった、今のそこまで行って委員会の黒木、ごめんなさいね、フルネームを忘れちゃって。黒木議長って、また後で、ウィキペディアか何かで調べておきます。黒木議長が、そのコピーの手伝いに、来てくれていた。裁判所経由でしたっけ？マスコミでしたっけ？ちょっとよく、僕もわからないんですけども、あの頃の年齢って完全に学生の頃の年齢でしょ。で、もうかれこれ、あの頃は平成21年ですからね。だからもう、ものすごい年月が。真っ黒木議長と隣にいる野村明太さんと、全員が多分びっくりしてると思うんですけども。やっぱりこの辺も多分神がかり的な力で、だいぶ、制限されてるんでしょうね。これが、例えば、次から次へと、訴訟対象みたいな形にどうしてもなるような形でばっかり物事進んでるじゃないですか。そこも多分裁判所で根本的に解決してもらって対応してもらわなかったら、普通契約書が先でっていう形に、我が天下と我が天下戦国夫婦の件なんですけどね。そのゲームをすることによって、その平成21年に黒木さんがここにこのコピー機でのその手伝いをしに来ていたっていう記憶っていうのが、ゲームやめてからじゃないとはっきりと思い出せなくなってました。で、フルーツラパークで2002年レストランカトレアで店長をしていた時の、その従業員のキッチンで働いていた男性の人で、僕と、年齢が近い人で、同じぐらいの年齢って言ってたんですけども、その人も名前黒木っていう男性の方だったんですけども、もしかしてご兄弟かご親戚ですかね。それで助けに来てくれたのかなと思って、多分その黒木っていう人、もしかしたらつぶやき四郎さんイコール、ヨミーさんピアノの方の、イコールキッチンの黒木さんなのかなとも思ったりともしますけども、ちょっとその辺のところもし何か分かったら教えていただけたらなと思います。今僕の自宅って、その当時裁判の件とか何か手伝えそうな状況にあります？助けてくれそうな。確か書類
これ言わない方がいいですかね、その書類がどこにあるのか分かんないですけども、一応持って帰ってくれてましたっけ。で、肝心要なのは、ウルトラパークの場合で行くと、今日もね、出演者で、その、山田マリアっていうものが出ていましたけども、まあ、昔フルーツラパークで働いていて、ファインハイゼンの頃の、現在名称ファインスタッフの山田部長、その後山田取締役で、その人はもういないっていうことで聞いてるんですけども、そのファインスタッフの方から、その娘さんでしょ。で、今、何か、まあ、髪の毛の色とかもそうだったんですけども、まあ、だいぶその着てる服装もそうなんですけども、なんか私っていう声が聞こえてきてるんですけども、もうはっきり多分言った方がいい、普通に誰か注意する人いなくなったら世の中大変なことになりますから、いや、 やっぱりあんな派手な衣装着てね、貧しい貧困の人を助ける会社、一般社団法人の動向みたいなことを、またややこしそうな横文字使ってるじゃないですか。まあ、その辺のところで、まあ、いろいろと調べていったら、いろいろとこちらからもなんかいろいろ言うことが出てくると思うんですけど、もともと、だからその、長時間労働の時の割合賃金とかもなかったですから、ボーナスとかもね。だから、1997、8、9と2002年、じゃあ2002年はサンパレスロッコで働いていたから、2001年にフルーツラパークのレストランカトレアで、店長をしていた時もそう、その辺なんとかなりそうな状況にあります。まあその辺のところで何か手伝いに来てくれたら助かるんですけども、一時その黒木さんもたまたまね、10チャンネル、夜こうチャンネルつけてる時にすごい寝不足の状態になってた時があったでしょう。だからそれ見た時にまあちょっと大丈夫かなとは思ったんですけど。たまにそういうアナウンサーの人います。すごい寝不足になってる人。多分寝させてもらえない状態の人だったとは思うんですけども。それはそれでこの世の中全体のところでしっかりと対処しなきゃならないようなことだとは思うんですけども。まあ、今回の、この動画は、まあ、黒木議長ごめんなさいね。やっぱり議長ってやっぱり作った。やっぱりちょっと笑っちゃうんですよね。真面目な状態でこう喋ることがなかなかキープが難しいということで、まあ一応まあその辺のところ SOS 追伝集和株式会社の件と、あとまあこちらの方で、聞こえてきた音声はそこまで言っていいんかいの時、集和株式会社で、まあ、山口隆という名前で働きに来ていたものをまあ本名だとは思うんですけども、俺らの負けやからとか何かそういうふうなこと、まあ主は株式会社の経営を言ってるんだと思うんですけども、まああの会社もけど本当に1から10まで全部調べた方がいい、その社長の矢野秀和さんっていう人も一時期警察官してた方かもしれないんですよ。だからまあ有馬警察署も大阪の高等裁判所まで去年即時抗告で一応上げたじゃないですか。でその受付で、高等の受付で書類を受け取ってた人が後から気づいたんですけども、有馬警察署行った時の受付にいたっていうその人もね、髪の毛染めてる方の人で、まあ、顔はだいぶ変わってましたね、有馬警察署に一時配属だと思うんですけども、もしくはいや、たまにねよく分かんなくなることあるんですよ。有馬警察署の受付もしくは警察官として働いていたものが大阪高等裁判所の受付に回ってました。これ逆どちらがどの方なのかよく分からないです、私としても。
一応先ほどあの C とかいう声がまた黒木議長の声。いや多分あの頃僕の家にこのコピーしに来た頃の年齢って何歳、学生の頃ですよね。まあまあちょっと自分の頭の中はまあちょっと取られてる状態で、まあ SOS ということです。なんか以前も言ってたような気がします、本当に。どうしたらいいでしょうね私は、その辺のところで、あとはその我が天下我が天下戦国の別校さんとかだから、その辺のところの、で、まあ年金の掛け金にお金を回すのかどうなのかとかいろいろあると思いますけど、だからその辺のところでお金が全て、法律通りに支払われる、まあ元々のその相場的なあの部分で裁判官の判断によって払われるのであれば、その我が天下我が天下戦国夫婦の件に関しては本当僕も全然わからないです、どのぐらいの金額になるのかっていうところが。で、支払いがあるようであれば、まあ、僕の人生は回復される、回復っていう、まあ、金銭的な部分ですよ、まあ、そういう部分で、協力してくれるんだったら協力していただきたいなとは思います。以上です。